皆さん、こんにちは。日本をかっこよく、結び大学でございます。今回も、えー、日本初期の講義第10回になります。佐野王の御言の大暴れ、高間原における大暴れのあたりのお話。これ前編と後編とありまして、今回が前編になります。で、今回のところってめちゃめちゃ重要なことが書いてあります。ものすごくこれ大事な、大事なところになります。えー、ちょっと間違えて読むと、全く違った意味に捉えられてしまう。 という、そんなところでもあります。そのあたりのところが前編に、前編の方に集中しています。で、後半は後半でまた面白いんですけれども、今回、とにかくこのまず前編でいこうと思います。やっていこうとするところはこちらの,の文章になります。佐野の御事が高間原で大暴れをするシーンと。そして、この最後の方で、ゆえに国内、常闇に昼と夜との変わるを知らずとありますけれども、要するに天照そこみか様が雨の岩とにおこもりにならえるというところまでのお話に、 なります。今回のお話のポイントは二つあります。一、えー、つは抗議行動よりも大切なものがあるということ。そして二つ目が安全なものが狂気に変わるときのお話ということになります。あの抗議行動よりも大切なこと。とにかく何かこう不利益なことがあった場合、ひたすら抗議をすればいい。文句を言えばいい。 ということではない。でも実際には、そういうケースって多いですよね。ストライキをやるとか、デモをやるとか、あるいは、なんとか大事が悪い、えー、それ大事が悪いと言って、ひたすら悪者を作るといったようなことが、幅広く行われています。昨今は特に、誰が悪い犯人探しをする。で、自分たちは被害者なんだ。被害者だと思った瞬間に、思考停止に陥ってしまって、何の問題の解決のための努力もしようとしない。 ただひたすら、あいつが悪いこいつが悪いと言ってるだけ。でそれでは、絶対にダメなんですよというお話が、この日本初期の物語の中にしっかりと書かれているってすごいと思いませんということで、えー、では本文の方を読んでいこうと思います。えー、こちらからですね。えー、例によって、この赤い文字のところが、これが原文です。上が読みになります。で、この緑色のところが注釈になります。 やや強調しなければならないところは、ちょっと色を変えまして、文字を大きく書いています。読んでいきます。この後、スタノオの五の,の御事、行うことに味気なし。えー、この後、つまり、受け入れの勝負をやった後、この後にの、スタノオの御事の高間原における行動は、甚だ無常であると。つまり、道理をわきまえない。法をわきまえない。わがまま放題であったっていうのが無常だってことですね。これで、味気なしっていうふうに読みます。 アマテラの神は雨サナダ。長田を三田にされたもん。アマテラス大神様は雨のサナダ。サナダっていうのはあの、狭い田んぼですね。だからっと、広大な敷地の中に大きな田んぼを作るんではなくて、いろんなこう狭い隙間のところにも形は正方形ではな,な,な,なくなってしまうかもわからないけども、そういうところにも田んぼを作られている。つまり、高間原には広大な田んぼもあれば、ほんのちょっとした隙間にも お米が植えられている。まあそういうふうなスタもあった。あるいは長田。長田っていうのは、これ大きな田んぼになります。狭い田んぼ、長い田んぼ、およそ大きな田んぼ。それらを天照総三さんは持っておいでになられた。でも、佐能の御事は、春に、これシギぎ巻き、種をシぎ巻きして重ねて巻いた。というふうに書いて、書いています。重いに巻く、巻く種と書いて、これは、これを持ってシぎ巻きとい,うというふうに、まあ注釈があります。 その春は四季まきでまたそのあぜをかつ放すといったような形になっています要するに春に田植えをするためにまず苗を栽培しなくちゃいけないんですねその苗を栽培するのにあたって種をまいたらそしたら種をまいた上からまた種をまいたって言うんですすると何が起こるかとというと種が発芽しなくなくっちゃうんです、はい。つまり苗を取ることができない状態にしちゃったこれとんでもないことですよねこれが四季まき。 そうかと思えば、またそのアをかつ放つというふうになります。これは、田んぼのアを壊しちゃった。つまり、田,田んぼっていうのは水を入れますけども、水を抜いてしまったってわけです。水を抜いちゃったら、田植えできないです。はい。で、さらに秋には、雨のこ駒を、田の中放ち、田を荒らす。秋はまあ収穫の秋ですよね。まさに黄金色に、もうずっと見渡す限り、お米ができているわけです。稲が育っているわけです。いよいよ収穫の秋なんです。 さあ、これから収穫だっていう時に、ね、馬を、その田んぼに放して、パッカランパッカランといって、で、その稲を片っ端から倒してしまう。稲は倒れちゃったらもう収穫できなくなっちゃいます。はい。それでもやっとのことで収穫をした。やっとお米ができて、その収穫をして、したところ、今度はアマテラス大神様の、アマテル神の新メの、新メ祭のための、新たな宮に草を放つ。新メ祭のために作った新しい神殿に。 ね、うっこしちゃったあ。ということですね。で、さらに、アマテル神の御盛りの。あの御盛りというのは、これ、神様としての衣を織るところ。つまり、旗折の神殿ですね。神様の衣服を織る旗折の神殿。え、五木のいつき旗の今すみて、雨のぶちごまかはぎて、いらかうがして投げ入れる。アマテラ神様の、の、あの、衣服を織ったりする、その旗折の神殿に、 雨のぶち駒といいまして要するに、えー、高間原のお馬さんですねこのお馬さんの皮を剥いで皮剥いだら痛いですからお馬さんは大暴れしますよねその暴れ馬を片折のための神殿の屋根に穴を開けてその、えー、大暴れする馬を放り込んだってわけですでこれによって天照神天照大神様は驚きてで「神にて御を痛ましむ」とありますこれ神にてを痛ま これ、旗織りの時に使うこの火って言いまして、えっ、ー、と、縦糸があって、縦糸がこう上下にパッと開いたところに、この火を通すわけですね。で、火に横糸がこう繋がっていて、これで横糸を通して、また旗をこう、上下をパッとこうして、で、そこにまた今度横糸を通す。で、これによって、まあ布を縦横に折っていくという、その時に使う火ですね。火自体は、あの、糸と糸の間を通しますから、だから表面つるんとしてます。あの、表面つるつるの状態にしてます。 で決して糸に途中で引っかかることがないようにつまり非常に安全性の高いものとして出来上がっているのがこの日なんですその安全性の高い高い日で体を傷怪我しちゃったって書いてあるんですね、えー、ゆえに怒りて雨岩屋このために天照大神様は大変に怒ってそして雨の岩屋の岩と岩刀をとしてこもらしむ岩 大変に起こったっていうのが、ここでね、ゆえにこれ、怒りを発する、というふうに書いています。怒りを発して、雨の石窟、雨の岩屋に入られた、と書いてあるんですね。で、さらに、岩戸を閉めて、こもらしむ、こもられた、というふうに書いています。故に国内、床闇に、昼と夜との変わるを知らず。六ゴというのは、東西南北で四方。 これに天地を合わせて4つと2つで6つ。東西南北も天地四方全部、全部がや、常に闇になってしまった。で、そのために夜が昼に、昼に変わる。昼が夜になり夜が昼になりというのが毎日本当は変わり番号に起こ,ら起こらなくちゃいけないんだけどもそれが変わるを知らず。つまり変わらなくなっちゃった。ずっと夜だけになっちゃいました。というふうなことが本日のこの文章ということになります。 で、まずですね、ここ、抗議行動よりも大切なことっていう、これは何かいうこと、いうことなんですけれども、そもそも、舌ノオが、苗代の種を二重に撒いたりとか、あるいは田んぼのアゼを壊したりしてますよね。で、この壊したことに対して、じゃあどうすればいいんだってことです。抗議行動をすればいいんですか八百屋の神々が、ね、えー、みんなで集まって、で、横断幕かなんか持って、 えー、佐野は出て行け佐野は出て行け佐野の御事は田んぼを壊すな壊すなと言ってみんなでデモをすれば、佐野のこの行動は止まるんでしょうかということなんです。ね。で、えー、あるいはあ、佐野の御事が新滑祭の神殿に、新しくできたばかりの神殿にうんこしちゃった。ね。 で、で、ヤオイルスの神々がみんなで横断幕持って、サノは高間川原から出て行けってみんなで抗議行動をしたら、サノは出ていくんでしょうか問題の解決方法っていうのはそういうことなんでしょうかあるいは、あるいは、アマテラス大神様に、アマテラス大神様なんとかしてくださいと言って泣きついたら、それで問題解決するんでしょうかあるいは、もっと言うならば、サノの御事はね、とんでもない奴だ。サノの御事はとんでもない奴だ。 あんんんなななもののを放置してくからダメなんだだ、ね、一体高間原の当時はどうなってるんだ、ね、この高間原をねしっかりと守っていくためにはあの世もう菅野の御事のようなあんなものをね許しておいたらね佐野はもう高牢がいい国になるはずがないんだ、ね、とんでもないやつだと言って佐野の御事を足っに言えば問題解決するんでしょうかということをここ書いてるじゃないかと思うんですねそうじゃないでしょう スタノーを悪者だって言ったってね、ね悪者って言えないでしょだって三期心ですから。アマテラス大神様と月、月神とスタノーの御事ってのは三柱のたっとい神様なんですから。偉大な神様なんですから。その偉大な神様に対して、ただ抗議をすればいいってことにはならないし、あるいはスタノーの御事を悪者にするっていうことは、アマテラス大神様だって悪者にし,しちゃうことがあるってことでしょ そんなこと許すわけにいかないわけでしょどうしてスサノオの御事はこんな悪さをするんだろうかっていう、その原因まで立ち返って考えていかなければ何の問題の解決にもならないわけでしょで、前回や前々回のところを振り返ってみると、ね、えー、そもそも高間原を奪いに来たわけでも何でもない、ちゃんとお父さんに了解もらった上でお姉ちゃんのところにやってきた弟ですよ。 敵持ってないんですよそれに対して全部を分かっておいでのはずのアマテラス大神様があえて武装してお前は敵だお前は高間原を奪いに来たに違いないってこうやったわけでしょなんかおかしいじゃないですか。さらにどうやってお前はその正しい心を証明するんだと言ったら左衛の実事が「よしだったら受け入れやりましょう!」ってやって受け入れをやったらアマテラス大神様の方がどう間違ってるらしいって答えになっちゃったわけですよ。 女の子が生まれたわけだかからら大神様からそしたら天ス大神様が「いやこれは左脳の巫事の,サノオの剣から生まれたんだからこれはサノオの子供だよ」「ノオがプーって入った息から生まれた男の子はこれは私の髪飾りから生まれたんだから私の子供よ」って結論をひっくり返しちゃったわけですよねじゃ結論をひっくり返されてそれでサノオがぶち切れて高間原で暴れてるんですか左脳の巫事アホじゃないですよ 姉ちゃんがそこまでやるっていうことは何か姉ちゃんに思いがあるに違いないって思ってるわけですよ。で、結局振り返ってみれば、そもそも高間原に本当に脅威が迫ったんだったら、戦うべきは、武装すべきは、アマテラス大神様ではなくて、八百万神々だ。民衆がそこで自分、民衆が自分たちでしっかりと国を守っていかなかったら、高間原守ることができないじゃないか。八百万神々、々お前たち、目を、 冷ませよっていうことを、ふさののことは意図してやってるっていうことが自然と見えてくるわけです。綺麗事でも何でもないです。でも、全然目覚ましてくれないんです。春に、春に、種を二重に撒いた。ねで、田植えの頃に、今度は田んぼの汗壊してみた。全然目、目覚め、目を覚ましてくれない。で、こ仕方がないから収穫の秋に、 ね、これから収穫しようという田んぼに馬を暴れさせてで,であの稲をみんな倒しちゃったそこまでされたら普通怒るだろうって話なんですでも誰も怒らないんですねもう,もうここまで来たらしょうがないなって言うんでで旗織りをしている神殿にね馬の皮を剥いで放り込んでっていうこと,いうことまでやっちゃうわけですだ,んだ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 んやっぱりそういう行動をエスカレートしてかいかざるをえなくなっちゃったんです そうしたところがね、アマテラス大神様がね、火で怪我をされたというわけですよ。ね。その火、火で怪我をしたって言うんだけど、火っていうのは本来安全なものなんです。ぶつかったって叩いたって怪我しないようにできてるんです。それでアマテラス大神様が怪我されたっていうことは、本来安全なものが狂気に変わったんでしょ。ちなみにあの狂気と武器の違い、なんだと思います 武器っていうのは最初から相手を倒すために作られたものが武器です。で、狂気っていうのは普段は武器じゃなくて、例えばこの扇子、普通に扇子です。この扇子はあくまでもこう仰ぐためのもので武器じゃないですよね。でもた、でもたまたまこれでぐ、バシッとやって相手の人がお亡くなりになってしまったっていうことになれば、この扇子が狂気に変わるわけですね。つまり武器というのは最初から武具として、 相手を、敵を倒すための道具として作られたもの。狂気っていうのは、本来は普通にお料理するための包丁であったり、あるいは建設工事に使う鉄パイプであったり、こういう扇子であったりする。その普段全然普通に安全なものとして使われたものが、これがたまたま犯罪の道具に使われたみたいな時には、狂気という言い方をします。で、火は狂気に変わっちゃったんです。安全なものさえも安全でなくなっちゃったんです。 しかも傷つけた相手はアマテラス大神様だって言うんです。これ大変なことですよね。それでアマテラス大神様がどうされたかというと、大変に怒られたって書いてあるんです。で、ここで問題になるのはこの、この怒るっていう字です。この怒るっていう漢字って、ね、普通は怒ったんだったらこっちの字書くんですよ。ね、怒るっていうのはやっこの頃、やっこの頃、あの、 えー、えー、てやんでお前ら買ってくるかこの野郎みたいなことを言うのは、要するに下っ端の人たち。<laughs> でも下っ端の人たちの頃、ヤッこの頃だから怒るんですよね。あの、要するに身分の低い人はよく怒るってわけです。で、こっちは、これお皿、これお皿でしょお皿の上に、これ囚人の囚という字ですよね。お皿の上に囚われている心なんです。わかりますつまり、 こっちの怒るというのは両手を重ね合わせた女性にガミガミと言うと怒っている姿の象形なんですけども、こっちの字っていうのはお皿の上に心が捉えられている状態。つまり、お怒りを抑えている時にこの字を使います。だから、何かこう、怪我しちゃった。ね、ひで、怪我しちゃったっていう時に、何やってんの一この犯人は誰だふぅ、ポン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 ,ン,ンっていうのはこっちなんです。怪我をしちゃって。ついに。 怪我人まで出ましたね。わかりました。と言って、アマテラス・オミカミ様は、そのまま、しずしずと岩江戸におこもりになられるんです。これが、こちらです。怒られる。抑えてる状態。なぜアマテラス・オミカミ様は、そこで怒られたんでしょうか。なぜ岩戸にこもらえたんでしょうか。どうして、八百万の神々に、 を叱ら、叱らなかったんでしょうか。だってそうでしょ下の方が暴れてるのは、ヤオヨズの神々に目覚めてもらいたいからでしょそもそもアマテラス大神様が武装して自分の弟を出迎えたというのも、ヤオヨズの神々に何か問題が起こった時には、意、うん、の一番に解決するのはあなた方のお前たちの役割ですよっていうことを言わんとするがために、わざわざ自ら武装して出迎えるということまでされてるわけでしょそこまでのことをしていながら、 いやおよぞ神がめ、神々が目覚めない。ねそこで、あんたたちが目覚めないから、ねついに私、こう、こ結構までしちゃったじゃないの。一体あんたたち、どう、どういうつもりなのよなんでもかんでも私にやらせようっていうの冗談じゃないわよ。あんた方やおよぞ神々でしょ。およそ神々って名前がついてるんだったらあんたたち自分で会話しなさいよ。ねあれ、もう、もうこんなんだったら私、やってらんないわよ。私、岩戸ににもるから。じゃないんですよ。そ、そ、それだったらこっちなんですよ。 アマテラスオオミカミ様は、怪我をされて、分かりました。では、岩戸に入ります。と言って、静かにこもられちゃったんです。どうしてアマテラスオオミカミ様は、ヤホイロズの神々をそこで叱らなかったのか。その答えがこれです。責任というのは、自分で自覚するものなんです。分かります人から問われて初めて生まれるもんじゃないんです。アマテラスオオミカミ様が、 やルズの神々を叱る、そこで叱ったとしますよ。お前たちのせいじゃないかって叱ったとします。やルズの神々は叱られて、それで気がつくかもしれません。気がつくかもしれません。でも、アマテラス大神様がお怒りになられたということであるならば、ヤオおルズの神々の誰かが責任を取らなくちゃいけないってことになるじゃないですか。全員神様ですよ。何らかの役割を持った神様なんですよ。それは草花の神様もいれば、建物の神様もいる。ね川の神様もあれば、 ね。滝の神様、空の神様、雷の神様、いろんな神様いますよ。みんな八百屋の神々です。高間原の神様ですよ。例えばの話、雷の神様が、そ、そこで責任を取って辞職することになりました。もう雷になりません。夕立も起こりませんってなっちゃったら、困るのは誰が困るのかって、雨が降らなくなったら、農,農作物育たなくなるわけでしょ結局は回り回って自分たちが困るわけじゃないですか。だから、責任を追求すれば、それで問題が解決するってことにはならないわけですよ。 だから、責任というのはどこまでも自分で自覚するものなんだ。自覚してもらわなくちゃいけないんだ。そのために一連のこの高間川原の苦労話があるんだってことなんです。そういうことを我々しっかりこの文章から学ばないといけないのかなって思うんです。まず皆さんにご理解いただきたいことは、責任は自覚するもの。そしてその自覚が生まれた時に初めて世の中が動いていくということ。 文句を言ってるだけでは、ね。スタノオ出てけスサノオのみ事は田んぼのあぜを壊すな壊すなスサノオのみ事はシギ巻きするなするなと言ってみんなでこういう行動をすればいいというと問題にはならない。そういうことを昔の人は日本書紀を通じてしっかりと学んできたってことです。日本書紀はね、これは偽書であるとか歴史書ではないとか、それは歴史書になりませんよ。神話っていうのは年号がないんですから。 猫がないから歴史はない。これは当然ですよ。だけども、だけども、この日本書紀を使って千年以上にわたって我々日本人は日本の歴史っていうのを学んできたわけです。ということはそこに学ぶべき何かがあるってことなんです。その学ぶべき何かっていうものをやっぱりしっかりと学び取っていく。これをすることが日本書紀を学ぶということになると思うんですが、皆さんはいかにお考えでしょうか。日本をかっこよく、結び大学でございました。 本日ご紹介いたしました「日本書紀」のお話なんですけども実はユニワ塾のこちらにありますめちゃめちゃ面白いに「日本書紀」「神道から幸せを追求する」という、まあ、そういう,う一連のシリーズものの中の部分のご紹介という形になります、えー、本編の方は下の概要欄にありますユニワ塾の方にご加入いただきますと全編ご覧いただくことができます、まあ、あのずっとシリーズになっておりましてもう最初からですね日本書紀を全部学んでいく 日本書紀を学ぶっていうのはこれは日本の精子を学ぶということになります日本書紀の原文に基づいて一個一個解説されているといったような形になっていきますこれ多分シリーズ問で100回超えるんじゃないかと思うんですけどあなたはどっからご覧になりますか